警告音を立てるギザギザがついた鱗、カーペットバイパーは、ユーウロコモクヘビアモク、鎖ヘビかトゲ鎖ヘビ属に分類されるヘビである。猛毒。全長は40から80センチメートルだが、通常は60センチメートル以下。日本マムシと同じぐらいの大きさだが、ピット期間は持たない。体色は、茶褐色もしくは肺褐色で、白い斑紋が網目のように並ぶ。 このため、落葉に紛れると全く目立たない。鱗は、ザラザラしており、危険が迫ると、鱗同士を擦り合わせて、警告音を出す。その音がノコギリで木を引く音に似ていることから、和名でのこぎり蛇とも呼ばれる。和名に関しては、戦国小一がつけたものであり、テレビ番組、動物奇想展開の問題としても出題された。 中東からインドにかけての広い地域の標高1000メートル以下の低地に生息する。アフリカなどにも禁縁種が生息する。本種は生息域が広い上に個体数も多いため噛まれる被害件数が非常に多い。標高1000メートル以上の高地には禁縁種トゲクサリヘビエキスカラータスが生息する。餌は主にネズミ、カエル、トカゲといった小動物だが無カで サソリ大型昆虫など多様な節足動物も食べる。食性が幅広く、地域により主食とする餌を変えることができ、一部地域での個体数の多さはこのことに近する可能性がある。毒は非常に強く、1950年前後のインドの統計では、本種による死亡率は36%に達している。一般的にほとんどのヘビは、 人間側から威嚇しなければ攻撃しないなどの行動原則があるが、カーペットバイパーは性質も非常に荒く、近くに人間が近づけば無条件に噛みつく。このため、世界でも非常に危険な毒蛇の一種とされる。また、インドでは、アマガサヘビ、ラッセル鎖ヘビ、インドコブラと並ぶ四大毒蛇の一種として恐れられている。イザヤ書の飛びかける燃えるヘビは、 本主との説がある。ありがとうございます。